リガ中央駅での e r 2経リガ車両、製作工場は当初フェニックスの名で1895年にオスカー、フレイワースによって設立されたラトビアでも有力な機械製作工場である。RVR はリガに拠点を置き旧ソビエト連邦で長年最大の電車、機動車、路面電車のメーカーであった。よく知られている車両としてはエレクトリーチカと呼ばれる。 都市近郊型電車で ER1 系、ER2 系、ER7 系、旧型があり、今日でも多くが運用されている。1973年から1988年にかけて高速鉄道用の200型を製造し、近年はラトビアの鉄道会社、パスタジエルビリシエンが運用する車両の更新事業に関わった。1936年、フェニックス車は、 バイログス株式会社へ再編され、後に後にフォードバログス自動車のライセンス生産を行った。現在開発中の新型機動車 DR1 バイト型は2から12両編成でユーロ3標準に適合するエンジンである。RVR は現在旧式の ER2 と ER9 電車の回送と並行して ER22、29、35の開発を行っている。 これらの車両は、積層プラスチックやアルミパネル、ガラス繊維製の新設計の内装となる。顧客は、革製と織物製の座席を選択できる。1923年から1930年、第一次世界大戦後の再建完了後、40両を美賀市の路面電車に納入した。第二次世界大戦後は1949年に、 MTV-82 路面電車の生産を開始した。2002年、RVR は、リガ市長とリガの路面電車を2010年までに一度に更新する契約を交わした。新型の路面電車はこれまでより快適で安全になり、現在のタトラ製よりも静粛になる。RVR によれば、新車両は明るく、広々とした内装を特徴としており、 エネルギー効率は従来車より20から30%向上する。毎年15両から20両ほどのペースで生産される予定でタトラ製車両は次第に運用から退くことになる。2008年現在多くの RVR 製路面電車がラトビア第二の都市であるダウガフピルスで運転されている。多くのソ連時代に生産された RVR 製車両が 旧ソ連諸国で今でも運用されている。2007年現在での運用者は以下の通りである。ごく少数の都市で RVR 製の路面電車がまだ使用されているが、旧ソビエトの大半の都市ではタトラ製が走っている。ありがとうございます。